控除隊の秋や阪神・藤川球児新監督44が秋季キャンプ・コーチ・秋で選手を全員集合させたい意向を持っていることが20日分かった期間中の休日をわずか2日間とするプランが浮上していることも判明虎史上最大級のメンバー充実の日程で実りの秋とし 就任1年目からの部位奪回へ火の玉のように突き進む。土砂湾にキラキラと反射する太陽の下で生まれ変わった虎は一つになる。怪我人以外はコーチに全員集合、え、藤川新監督が史上最大級の大助隊で周期キャンプに臨む意向を持っていることが明らかになった。就任直後からその火の玉級の覚悟でコーチ、 秋で11月前半に実施する秋季キャンプへの強いこだわりを語ってきた。フェニックスリーグをやった後なので、少し休んでいいスイッチがすぐ入ると思う。そういう状態で見たいなと、実践と、強化と、これまでもいきなりゲームを組むプランを明かしていたが、球児色は参加メンバーにもくっきりと現れることになる。レギュラークラスの選手は自由参加となる見込み。 怪我や体調不良でリハビリ中の選手は不参加となるが、選手らを秋に全員集合させたい意向があるという。鳴尾浜での残留組のキャンプは設けない模様で、近日中に選手側に通達されるという。実際に全選手が秋に集えば50人以上の大所帯になる。これまでの阪神の秋季キャンプは30人ほどのメンバーで臨むことがほとんどだっただけに、 実現すれば超異例の試みだ就任会見でも藤川監督は他球団と勝負していかないといけないという意味では時間があるようでないと語ったそして当然ガチに行きますと球団創設90周年となる2025年に部を脱会すると誓ったここで濃密な秋を過ごすことで一気にチーム全体の戦力や選手それぞれの性格課題まで把握するつもりだ 仮に梅野や近本らシーズン中にチームを引っ張った主力級の参加が可能なら、22日から始まる周期練習に加え、秋でも同じ時間を共有できる。就任会見では、ベテランのあり方にも言及し、話題となった。強化したいポイントを問われた場面で、非常に難しいですけどベテランと呼ばれる選手。プレイヤー個人に力がなくて、 ベテランというのは僕は必要ないですと言い切っていた秋でベテランも含めた全員と膝を付き合わせて語り合うことができれば貴重な機会となることは間違いない